こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカのですね、バルナックライカ用のレンズ、ズマロンの 35mmF3.5 前期型になりますね。ご覧のように、プラスチックのバブルケースが付属しております。マウントは、バルナックライカ用のスクリューマウントですね。はい、こうねじ込み式のマウントなんですけれども、LM アダプターをご使用いただければですね、ライカ M 型ですね、M3、M4 のようなオールドカメラから、現在の M 型のデジタルカメラまで普通にご使用いただけるマウントになってます。はい。はい、ご覧のようにですね、ズマロンの 35mmF3.5、シリアルがですね、この内側に白く刻印されております1016838ですので、1952年ですねのドイツ製ズマロン 35mm バルナック型バルナック用ということになってますね。はい、でですね、この前玉にちょっとビデオだと見にくいんですけれども、薄いブルーのコーティングがかかっております。いわゆるブルーズマロンと言われるようなレンズですね。はい。で、これ前期型ですね。後期型もあるんですけども、後期型はですね、M マウントの、ズマロン 35mm と似た形ですね、になってますね。はい。ということで、外観から見ていきます。外観はですね、ご覧いただいてますように、こう、目立つような使用感、すれ、当たり、凹みといったものは見当たらずに大変綺麗な状態ですね。このシリアルの白い刻印もしっかりと残っておりまして、大変備品と言っていいレベルの状態だと思います。はい。いいですね。はい。あ、こう見るとちょっとブルーのコーティング見えますね。はい。まっすぐ見ても、落下して歪んだりとかですね、どこかに強くぶつけた跡はありません。マウント部もこうご覧になってますように綺麗ですね。はい。はい、レンズですけれども、前玉、後ろ玉ともにですね、擦れ傷、引っかき傷、コーティングの、剥離や削れもなく非常に綺麗ですね。ご覧のように綺麗な状態を保っております。はい。中玉にもですね、曇りカビ、バルサム切れは見当たりませんね。大変曇りが多いものが多い、レンズなんですけれども、今回の個体はですね、曇りが見えなくて大変綺麗な状態です。はい。チリ、ホコリの混入が、ゼロではない程度にちょっとやりそうな感じですので、このままでもですね、画質に影響するような、障害は全くないんですけれども、念のために全体的な整備、清掃、分解調整をご希望いただける場合は、格安で請け負いますので、オプションからお選びいただければと思います。はい。絞りの動きもきっちりしてますね。絞りの動きはちょっとやや重いような気がするんですけれども、動きに難があるようなものではないですね。はい。ご覧のように普通に動いてますね。羽にも痛みとか油の乗りないですね。はい。ピントリングも滑らかに動いてますね。はい。スカスカ感とかですね、グリスが固着して動きムラがあったりもしないですね。はい。無限ロックもきっちりと効いております。はい。ということで、外観、内部の機構、光学ともにですね、非常にいい状態のズマロン 35mm 前期型ですね。はい。付属品が、ご覧のように、このプラケースの、バブルケースが付いてますね。はい。で、フロントキャップですね。それと、このバブルケースの蓋ですね。こちらが、付属しております。はい。リアキャップがですね、
欲しい場合は、お申し付けいただけましたらですね、サービスにお付けいたしますね。はい。ということで、大変いい状態のバルナック用のレンズ、ズマロンの 35mmF3.5 電気型になっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。